小林正美4月24日体は、ラジオ日経アナウンサーである。明治大学卒業後の1985年、当時のラジオ短波に入社。以来中央競馬実況を中心に担当している。自他共に認める万馬券フリークでもある。また毎回ではないものの、同局の競馬実況ウェブや、週刊競馬ブックなどでのコラムでは、穴場券のみならず大の趣味であるパチンコの話がよく、 出てくる。ちなみに馬券を買うことは自分の仕事の一つとみなしている。最近では関東市場の G1 レースでの実況が多い。2002年から2008年までの秋三観レースの実況を担当していた及び2007年は除く。また稀に関西市場のレースも実況していることがある。その割にクラシック競争での実況は 意外に少なく、ボバは1993年のサツキ賞だけで、日本ラービーと喫下賞での実況は未だに実現していない。ありがとうございます。